近畿日本鉄道、通称、近鉄。言わずと知れた、日本最大の路線網を持つ私鉄です。その社名の通り、関西を拠点とした鉄道会社です。そんな近鉄が、なんと、遠く離れた大分県でも、グループ会社が、鉄道事業を行っていると言います。一体、どんな鉄道事業なのでしょうか。早速見てみましょう。別府ロープウェイ。大分県別府市の活火山、鶴見岳、標高 1374.5 メートルの山腹に設けられた別府高原駅、標高503メートルと、山頂付近の鶴見山上駅、標高約1300メートルを、約10分で結ぶロープウェイです。近鉄グループの別府ロープウェイが運営しています。1962年、昭和37年、12月に運行を開始しました。当時、近鉄グループは、地場百貨店を買収したり、タクシー事業を展開するなど、別府で多角的な事業展開を進めていました。運行開始当時、101人乗りのゴンドラは世界初だったそうです。現在は、由布号と鶴見号の2機のゴンドラが、通常時は20分ごと、また繁忙期は15分ごとに両駅間を往復運転しています。ちなみに、日本ではロープウェイは索道に分類されています。索道は、鉄道事業法により運営されていますが、鉄道事業ではなく、索道事業に分類されているため、鉄道の一種とされることは少ないようです。鶴見岳は、春は桜、初夏は宮間霧島、秋は紅葉、そして、冬は無氷が有名です。別府を訪れた際は、ぜひ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。ご視聴、ありがとうございました。